無事マジ会って話そうよ。まあ豊かももう怒ってないのかな、みんな。だけど俺はちょっと嫌だかな、鶴見のユリア。うん、俺はタイソンのことは好きだよ。鶴見のユリアも好きだけど、ちょっとなんかあれなんじゃねえかなみたいな。うん、なんか今日 LINE 入ってたけど、うん、今この場で電話してもいいんだよね、みんな見たいでしょ。だけど全然電話いいんだけどさ、何なのみたいな。射程なら射程でいいんだけどさ、俺はさ、まあ豊ちゃんが22日俺会ってさ、飲み会して、だから鶴見のユリア、うん、22日土曜日仕事をしてないんだから、新宿で飲み会あるから来ればいいじゃん、で話せばいいじゃんみたいな。うん、俺はそういう風に電話でさ、なんか慣れ合いっぽくそんな話しても、なんか俺は、みんなはそれでいいかもしんないけど、俺はね、なんとなくなんか嫌なんだよね。だったら直接会っちゃえばいいじゃんみたいな。そう、俺は なんかちょっとおかしい、納得いかねえよみたいな感じだからさ。豊かもそう言ってるからね。まあ他で何て言ってるかわかんないけど、豊かはさ、例えば人に言われたからああだこうだとかってさ、いいことだったらいいけどさ、じゃあ例えばなんで、じゃあ今動画しかやっちゃダメとかさ、豊かはよくそれ言ってるよ。それはいいよ、大層の射程だからそれ言うこと聞かなきゃいけないじゃん。だったらなんで酒飲んじゃダメって言われたこと守んねえんだよみたいな。やってることおかしいじゃん、だって。こっちはこの言葉は守れるけど、こっちの言葉は守れないのみたいな。もうそれはもう自分の弱さだけじゃん、見してんの。俺はそこはね、とかって思うんだよね。みんなより多分俺の方が思うんだよ。ちょっとね、俺がもう一回鍛えようか、鶴見のユリア。仕事もちゃんとして、俺がね、目を光らしておけば酒も飲ませないし、その代わりきついよ、前より。もう楽な方、楽な方ばっか行くっていう、男としてありえないみたいな。男でも女でも、もう大人になればもう辛いことたくさんだし、もうちょっと頑張れよみたいなさ。俺はもうそういうこと言いたいね、鶴見のユリアに。そう、あのユリア、所沢の親分にもらったネックレスちゃんとしてるんだし、言うことをちゃんと聞けるってことは、酒もやめるんだぞ。豊かなことをあだこうだ言うんじゃないぞ。